パタサコの視認があって、パタサコは僕が、今昇降機左から右に行こうとした時に、エンジンルーム左から来て右に行ってます、うん、エンポスタージャイイビルジャイショテキルショテキルおぉ、5人脇かよ。無理やな。4人脇だったらこうしてたで。え、なんすか？ナイス。俺死んでたら熱かったのにね。ナイス。ナイス。平和だな。ナイス。いい仕事だったんだ。なんかいっぱいだよね。キュン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 って言ってました。またパチンコの話してる。もうやめてよ。パチンコ好きだね。キュン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 、そんな畑箱見たくないよ。ユニコーンの話をするな、二度と。本当だよ。全回転畑箱。いやー、レイさん人外かな、今動いたよね。あ、はい、おにき。あら。ああ。うん。アーカイブにいましたね、おにき。アーカイブか。アーカイブ脇がアルマヨツ畑用で、で、僕がラウンジ配線をして戻ってった時にまだ本タスクやってた。で、最後メインに入ってプテさんを見てるから、プテさんに白は打てる自信から。メイン。ああ、そうだね。メイン、まあ。だからアーカイブ、シャワー、初期右、ラウンジ貨物のらへんで死んでると思う。メイン真ん中までには、まあ、したいないです。まあ、アルマの証言、正しいならば。おまわりさんに白出せると思います。結構序盤に金庫室に、宿舎に湧いて金庫行ったら、おまわりさんが入っていて、その後ミーティングまで一緒の行動経路なので、おそらく白を。僕からは、畑迫ちょっと届きにくいかなと、キッチンから上がって武器庫くらいですれ違って、コックピット行ってエンジン入ったとこで僕は終わってます。むしろ僕もアーカイブ側ならフルコンさん届かないです。僕展望で停電直してます。あとね、ごめんなさい、メインからの侵入がないっす。シャワーのタオルタスクとかやってて、その間ずっとシャワーメインのドアが閉まってたから K さんができないです。はい、僕目線は高田さんできるかもです。はい、場所はどこですか。バイタルダウンロードの僕を置いてエレキ入った人っすよね、多分。ん、はい、エレキ合流してます。最後え、藤見いた？僕はバイタルのダウンロードを、まあ、結構序盤すけどやってて、誰かが通り抜けていくのだけ見えたんですけど。おまじさんミュートっすよ。え、そのね、おまれれって一緒にいる？すみません。あ、はい、レイさんとずっと一緒でした。そうですね、ミーティングで今一緒にいます。うん、そう、宿舎からね、右行ったよね。そうです、そうです。最終貨物浮きです。ヨツハさんと藤宮くんは会ってないですか。会ってないね。うん、アーカイブラウンジ貨物の金庫タスクやって終わって配電盤前ぐらいまでで終わってます。藤宮っていつダウンロードに、バイタルダウンロードに。僕はメイン脇エレキの勝ちやって、そっから K さんとすれ違ってバイタルダウンロード。あれ、ヨツハって初動で金庫やってなかったっけ。終わってないです、初動では。あ、終わってないんだ。はい、いたかな、ちょっと俺覚えてない。確かに貨物で最初右行ってたの、あの一番最初のターンで。怪しいな、怪しい。高田さんは厳しい、うん、結構あったよ、あの初ターン。金庫が遅いだけで怪しいって言われるんですあのターン僕給油やって停電直して計算と見つめ合ってたから。なるほどなるほどなるほどね、うん、結構時間あったから。なるほどね。いやー、
無理やな、今のちょっと怖いわ、リスクあるわ。畑迫の死人があって、畑迫は僕が今昇降機左から右に行こうとしたときに、エンジンルーム左から来て右に行ってます。これはね、アルマヨツハ隠しろです。だからさっきのキルが貨物側からの侵入を天羽が塞いでるんだったら、塞げてはないです。あ、塞げてはないのか。はい、金庫タスクやっています。ベントとかもあるもんね。まあ、さっきのキルがメイン昇降機ベントになるかなって感じです。うん、最後にプテがその昇降機左から右に行ってる、そうそうそう、動いてるのちょっと見て、僕ミーティング上がろうとしたとこで終わってるけど、うん、エンジンとこで僕が取ったタイミングでは畑迫見てないな。どこあったんですか？メインエンジンと来たんやけど、あってないな。だからエレキに降りたんかな。じゃあその前はシャワー、アーカイブから、アーカイブにいたときは、高田さんとかといて、うんうん、で、停電、あ、プテもいた。で、停電になった瞬間、両通派に会い、で、そのままシャワー、メイン、エンジンで回っていって、で、その間、畑迫は見てない。だエレキ降りたんじゃないかなと思う。エレキに降りてる世界線ないと思うんだけど。ない。あ、そうなんだ。ないね。高いった。で、レレイがぐるぐるタスクのとこ完全封鎖してたから最後、うん、そうですね、メインから降りて、ありえるとしたらレレイのみそこに行ってます。まあ、あ、そうなんや。メイン通ってるって言うんだったら、まあフルコンさんは僕しない状況怪しいね。これ初手切るってできる人誰でしたっけ？初手は無事四つ、あと赤タカでも四つ走るなんでしょ。あれまして絶対白、後半ずっと一緒にいた、うん、まあ、エンジン宿舎ミーティングまでずっと一緒にいた。四つ葉さん目線、アルマくんはほぼ白だと思います。エンジンで合流してから宿舎ミーティングでタスク2つ終わってるの で、ミーティング奥にもしたいなかったんで、うん、うん、ちょっと怪しまれそうなんで言っておきます。セリフです。おお。セリフ塞いでるエレキにケイタカがいます。2人とも、はい、藤宮くんの死に全くない状態だったら無理だと思います。でももうここ釣り盤面だから、四つ葉ちゃん釣りたいけどな。レレイさん誰釣る？え？ある四つ、だって藤宮も僕あれで見てないんだよね。決めて。じゃあ藤宮じゃねえ。タカさん。あーあー。うーん。やばい、勝った。これ入れれなかった。負けた。誰が来たらいいっすかこれ。多分負けるぞ。いや入れれねえよ今のは。いや今ので。グダル読みで高田健志、ん？誰だったっけ？2票入ったの。四つ葉？計算 PP かな。計算 PP です。うわ、はい、うん、PP だよな。アルマくんが一応切ってます。左直しました。アルマくんが人外です。大丈夫です、うん、スキップ入れます。だよね、だって藤宮くんの位置確認せずにアルマくんが速攻白出しおかしいもん昨日の議論で。でも、ね、アルマヨツハはねラスト30秒くらいずっと一緒にいましたよ。ああそれで間でピッて切ったんだ。え、あ、じゃあヨツハから白出てた、クルーから白出てるってこと？あ、まあそのほぼ白の前に切ってるから、
おまおりさんがマットス。あー、なるほどね。じゃあおまおりさん釣って終わりますか。まあ負けてたな。相手するんだったら。まあでもいいか。え、おまおりさんどこ入れました。あ、スキップ入れた。あ、じゃあスキップ入れます。スキップ入れます。プテ？プテです。あ、プテフルだとフルコに行っちゃうやな。エレキ下った説が出てるから。そうね、あれエレキ下った説も、でもプテさんからじゃなかったっけ。僕は武器庫で畑さん切ってて、コックピットで藤宮の下見てるから感想戦みたいな。前に いや、そうだよな。入れてても四つ葉に入れてたもんな。いや、わかる。そう、ね、入れてても四つ葉に入れてる。四つ葉に入れちゃったし。絶対そっち入れてた。入れてるな。ナイスナイス。結局負けだな。四つある両方とも人外だと思ったわ。四つ葉クルーかよ。受け入れてください。そうなんだ。ナイス。4つ葉クルーなんだね。分からんかった。じゃあ入れとけばよかった。分かんなかった。マットだと思いました。いや、普通にマットで、まあ、マット釣りでもいいかなと思ったから。そう、どっちもこのままどっちも左側だから。いやー、キルペいいなぁ。キルペですよ。キルペキルペやわ。キルペ間に合わなかったな、絶対。うん、いやー、きついね。すごかった。